でですね、これね、バッドビューティフルっていうね、ちょっと今なまってました。Singing actress. レッスン。今日はですね、バッドビューティフルという曲を練習していきたいと思います。イエイ。この曲はですね、1947年昭和22年に作られました映画ロードトゥーリオのために作られた曲になります。最初はですね、この中でね、ビング・クロスビーという方が歌ってたのが最初になります。その後ですね、いい曲だなということでね、さまざまな歌手の方が歌っておられますけれども、中でも有名なのはやっぱりね、ビリー・ホリデーさんとかナット・キング・コールさんとかね、あの当時の方が、有名な方が歌われまして、すごくいい曲だなっていう感じで、もう私が今聴いても本当にもういいな、素晴らしいメロディーだなっていう感じでね、もう本当最近もうすごいこればっかり歌ってるんですけど、この曲はですね、作曲がジェームズ・バン・ヒューゼンという方で、作詞はですね、ジョニー・バーグという方が作られました。この2人はですね、もう一つね、有名なポルカ・ドッツ&ムーン・ビーンズ、この曲もいい曲ですよね。あとですね、他にもね、 It Could Happen To You ね、 It Could Happen To You という曲も有名ですよね。こんな曲を作られました。この曲ですね、最近もですね、最近じゃないかもしれないですけど、トニー・ベネットさんとレディー・ガガさんがね、歌われてて、これもまたいいですよね。やっぱりあの方、トニー・ベネットさんの歌は本当にこう痺れますね。もう本当になんて言うんですかね、もういやー素晴らしい。あとレディー・ガガさんもね、すごく色っぽくって、もうなんかね、ビデオがありますけれども、感動してなんか涙出してるみたいなね、なんか演出なんでしょうか。私も聴いててジーンとなりましたけども、本当にいい曲だなと思って、この曲をね、ぜひこう紹介したいなと思って、今日ねこんな感じで動画撮ってるんですけれども、他にもですね、ダイアナ・クラールさんとかね、チェット・ベイカーさんもね、いいですよね、あの方の歌もね。あとはドリス・デイさんとか、ローズマリー・クルーニーさんとかも歌ってますよね。どの方が歌ってもやっぱり曲の力がすごいなっていう感じで、素敵なんですよね。というわけで今日はバッド・ビューティフルのね、曲をね、一緒に練習していきたいと思います。イエイ。この曲はですね、とにかくメロディーがね、ずっと半音で動いてるんですね。でですね、これね、バッドビューティフルっていうね、ちょっと今なまってました。バッドビューティフル、バッドビューティフォーってね、いろいろこのね、もう愛について恋について話してるんですけれども、語ってるんですけれども、恋はこうだこうだって言ってね、だけど全てが美しいっていう感じでね、バッドビューティフルってもう全てがね、美しく見えてくるなーっていう感じで、ああ、いい言葉だなと思って、私も本当にね、いろいろ考えさせられますね。この曲ね、 Love it's funny, Oh it's sad, Oh it's quiet, Oh it's mad, It's a good thing, Oh it's bad, But見てるところがね、ビューティフォーっていうところがですね、コードがどんどん変わっていくのが、もう歌ってて気持ちいいんですね。本当に聞き惚れますね。で、ちょっとね、メロディー的にはコードかもしれないですね。というのはですね、結構その半音のメロディーでこうどんどん上がっていくっていうか、ちょっとテクニカルなメロディーになってるんですね。で、言葉も少ないので、ちょっとね、情感と言いますか、語りの部分がないと間延びしちゃうんですね。メロディーが少ないんですよ、この曲ね。ですので、普通に歌っちゃうとなんかちょっとね、子供っぽくなっちゃう。例えばね、 Love is funny, Oh it's mad, Oh it's quiet, Oh it's mad, It's a good thingOh, it's bad, but beautiful, beautiful. なんか別に大丈夫でしたね。なんかこのまま
歌っちゃいそうになってましたけれども、今ね、なんかね、ストレートに歌おうと思ったんですけど、全然ストレートでも大丈夫ですね。メロディーが美しいのと、コードが素敵なので、どんな歌い方でもなんか大丈夫みたいな感じですね。言葉もね、結構ね、簡単な単語が入ってるので、誰でもの、もう多分ね、歌いやすいと思うんですよね。語尾とかね、発音はしっかりね、出した方がいいんですけれども、あとはですね、もう音程ですね、この曲はね。But beautiful って伸ばすじゃないですか。この後ね、beautiful ってまた来るんですよね、beautiful。もう一回言うんですよ。beautiful ですね。to take a chance if you fall, you fall and I'm thinking I wouldn't mind at all。Love is tearful っていう感じでね、またね、見えに行くんですけれども、この B のところですね。Beautiful to take a chance if you fall, you fall and I'm thinking Love is tearful っていう風にまた A に戻るんですけどね、この最初の B のところはですね、 Beautiful to take a chance ってもの、 take がね高くなってるんですね、この動詞のところね。この take a chance っていうのが、その作曲家の方だったりとかね、歌詞をはめた方にとってはここをちょっとね大事な言葉になりますね。 you とか I とかね、すごく大事だったりとか、動詞も大事なんですけれども、この高いところに来るっていうのがね、やっぱ一番言いたいこと、take a chance っていうことを言うためのいろんなね、A メロの言葉だったりするんですよね。で、この後、また次のね、2A に行くんですけれども、love is、このね、love is っていうのがね、低いんですけれども、この love is ってすごい大事ですよね。いつもね、その低いところはそんなに強く言わなくてもいいですよみたいなことを言ってるんですけど、この出だしだけはちょっと大事ですね。Love it っていうのが聞こえなかったらね、なんかこうダメな感じですよね。Love it, therefore it's gay っていうね。It's a problem, oh it's blame. It's a heartache.But beautiful 気持ちいいですね。ちょっと今ね、なんかこう探しながら笑いそうになったんで、ちょっと声が起きてくなっちゃったんですけど、でもここね、うわーって上がらないようにね、うわーみたいな、beautiful みたいに言っちゃうとダメなんでね、beautiful 淡々と切々とこう押さえて押さえて beautiful っていうね、そこがすごい大事だったりしますよね。まっすぐ行ってるところでこうね、ピアノだったりベースだったりがね、こうハーモニーが変わっていくっていうね、その気持ちよさをね、歌いながらぜひ感じてほしいと思います。で、ここね、涙だったりね、浮かれてみたりみたいなね、こう言っていろいろあるわねみたいなね、そんなことがまたあるんですけれどもね、もういろいろあっても美しいね。その後最後のね、B、 一番盛り上がるとこですね。 Beautiful and I'm thinking if you are mine I'd never let you go and that would be butI know。 すごい美しいですね。ここ一番盛り上がるところですよね。
もしあなたが私のものだったらみたいなね、もう決して話さないだろうみたいなね、すごくこう熱いね、情熱的なね、渋いながらも情熱的な歌ですよね。この曲をねやっぱりライブで歌いたいなーっていう感じで今練習してるんですけれどもね、こう本当に言葉がね、オアとかでね、 Love is funny or it's sad だとね、なんとかオアなんとかみたいな感じで一個ずつ言葉がハマってますので、とても語ってね歌うっていうことの練習にはもってこいの曲だと思いますね。というわけで今日はBad Beautifulという曲を練習してみました。知らないっていうね方もいたんじゃないですかね。あんまりメジャーではないかもしれないですね。でもすごく素敵な曲なので、私もぜひねこの歌たくさんの方にね歌ってもらいたいなと思って今日は紹介してみました。こんな感じでね、こうあまりね知られてないけれどもいい曲をね、またねこんな感じでレッスンというか私の練習だったりするんですけれども、こんな感じでアップしていきたいと思いますのでね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。またいろんなね譜面とかもねご案内もありますので、もしよろしかったら説明欄の方もね見ていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。